さあ始まりました伝説の夫婦、司会は私中田敦彦と福田萌です。本日のゲストは山本圭一さん、西野美希さんご夫妻です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやおめでとうございます。いや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 、ありがとうございます。いやもう伝説の夫婦は結構ね、その、ベテランの梶作さんとか、庄司さんとか、ベテラン夫婦がねいらっしゃること多かったんですけど、いやだって我々その伝説の夫婦というタイトル、だってまだね、席入れて2ヶ月経ってないんですよ。いや何の伝説も作ってないし今からいろいろな伝説を作っていかないといけない時なんですけれど、お呼ばれをねしたということは、やっぱりあれですか、伝説の匂いがするっていうことですね。匂いします。というよりも、もうこのお二人が結婚したこと自体がもう一個伝説じゃないですか。いや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 、まあ確かにそこなんですけど、うん、はい、昨日ね、たまたまちょっといろいろ話をしていて、はいはい、私まあ54、まあ今年の2月で55になるんですけど、はい、54歳の男性が初婚、うんうん、はい、ね、初めて結婚をする確率っていうのを調べ出して、うん、おんで50から54の男性、うん、何パーセントあると思いますか、初婚率。初婚、はい、20とかですかね。30とか、10とか、10とか、厳しいイメージ。正解は、はい、0.66%。 1% 未満。1% ない。1000人に6人なんです。100人だったらいないんだ。いない。しかも、その、結婚、未婚者が50代から54歳で結婚できる確率も 0.6% とかで、うん、1% ないんですよ。ないんだから。だから伝説じゃないですか。もうそれだけでね。しかもまあね、初婚同士だったり、うん、まあ20代のとかなったら、うん、さらに低くなるでしょうし。出てこなかったですもん、調べたら。一応ね、54で、うん、まあ滑り込んだんですけど、55以上になると、0.33% になるという。すごい、もう限りなくゼロに近い、限りなくゼロにどんどん近くなっていくんで、まあ結婚だけしたというだけでも、うん、一応伝説ということでよろしいですかね。いや伝説でございます。 ね、やっぱり、こうなるとやっぱもうね、いきなりですけど、はい、その馴れ初めから結婚にね、こう至るまでを、はいはい、まず何歳差っていうのを、そう、55で、まあ、もう55になってんじゃない、まあまだ4、はい、今の時点では、うん、でももう2月に55になってますから、西野さん、私今23です。23、はい、え、何歳差ですか。まあだから覚えやすいのはもう31アイスクリームと覚えやすいのが、だっていう。31の差がある。31ですね。はい、まあ、32級なんですけど、まあ、早生まれと、まあ、4月生まれっていうことがあるので、まあ、2ヶ月ぐらいは32歳差になるんですけど、はいはいはい、まあ大体31、31アイスクリームって思う。1個差。A。その、最初仕事ですよね。そう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 。レギュラー番組のっていう感じ。あのね、レギュラーじゃないんですよ。最初は、まあ、ゲストで、はい、ポーンと4年前ぐらいに来たのが最初。うん、YouTube で、アベマの。あ、極楽さんのアベマの。そうそうそう。極楽とんぼでやってるのに、ゲストで来てて、まだ10代、そうですね、最初19歳とか、もう19でゲストに来た時が初だ、はい、初で、まあ、すぐ20歳ぐらいになったんかな、うんうん、そうですね、はい、未成年間もみ消そうとして、ね、大事、ある意味大事、あ る, ある意味、まあ、その頃は4年前は何とも思わないっていうか、別に仕事ですから、別にいいんです、うん、未成年で、あってもいいね、そうそうそう、でもなんか急に慌ててなんかいやもうすぐ20歳になったからちょっと取り乱しましたけどそういった意味ではないんで、誰も責めてないから、ね、出会ったのがその時で、うん、でもその時すぐ付き合うとかじゃないですね、全然で全く、うん、全くですよね、全く、ちょっとギャー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 うるさいバラエティーの、うん、またそういうタレントさんが来たな、うん、みたいな感じですよ、私としては、はいはいはい、私正直も知らなかったです、存在を。あ、そっか、はい、え、西野さんがだから思春期の頃とか学生時代にもう
謹慎というかいないから、いないうん、うん、そうそう、だからなんかその皆さんが今ある油谷さんとか言ってるのがなんだか分かってないんです、うんうん、そのジェネレーションギャップだ、うん、だからその山本圭一さんっていう人はなんとなく聞いたことはあるけど、うんうんうん、な、極楽とんぼさんってことも知らなかったし、そっか、な、何なんだか分からなかったというか加藤は知ってたわけだもんね、加藤さんはもちろん分かったんですけど、すっきりでね、だからこう、うん、ご一緒して、あ、うん、コンビだったんだみたいなぐらい分かってなかったです、私はその頃は。じゃあそ、何のそのアドバンテージもない、見て育ったとかもない、ゼロ以下のところで共演して、はい、共演した時の印象とか良かったんですか？いやもうだからもうなんていうの、新しく出てくるバラエティアイドルみたいな子なんだっていう紹介というか、よく喋る子だなと、よく喋る子で元 AKB にいたっていうぐらいで、だって AKB って言われても私が2006年に一旦ドロップアウトしたんで、AKB の第一期とかももう2006年以降なんだから、そうそうそう、会ったことある人がいなかったんです、 AKB でも。本当だ、いやちょうどねオリラジとかなり被ってんです、テレビ出始めた頃が、うんうん、だからもう AKB って言われてもなんぞやで、テレビで見てる AKB はいるけど、うん、あとそれ以外はもう わけわかんなかったから、ゼロ接点だ、そうそうそう、それで出てきたから、うん、まあ、 あのガチャ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 してるなぐらい最初は。西野さんは共演してみて、うん、全くゼロの印象からどうだったんですか？いや、なんか怖いなって思ってました、うん、なんか怖いな、この人って、なんかでかいし、うん、坊主だし、うん、なんか怖い、 いや体格良くて坊主で怖くないパターン薄いですからね、少ないから、うん、カメラ回ってるときはこうワーワー言ったりとかしてますけど、うん、意外と静かかなんですよ、マモさんって普段、うん、だからなんかマジで怖くてなんか喋るビジュアルだけだとね、ビジュアルだけだ、うん、だからなんか喋ってもないと思う、そんなに、うん、カメラ回ってる時だけはちょっと喋ったかもしれないですけど、うん、もう喋りかけたいとも思ってなかったと思う、うん、そこからそこからね、うん、だからその今度アベマでやっている極楽とんぼのあの番組でちょこちょこ来るようになって、うん、である時私が女性を5人、うん、まあ、勝ち抜いたら1000万円っていう、うん、ボクシングで勝ったら1000万円っていう企画があった、うん、はいはい、それの1人目のバラドル枠で、うん、まあ、西野が来てて、はい、で1ラウンド俺はとにかく我慢、5人最後まで我慢すれば1000万みたいなとこだったんですけど、ここの1人まで出てきて、まあ、ぶっ飛ばしてやりますよみたいな感じで、待って2回目の出会いリング上そうそう、リング上が、まあ、2回目から何回目かだね、何回目か、その中でも番組では何回か共演してての、うん、次がリング上で、ぶっ飛ばしてやりますよみたいなんで来て、本当に来てポーンと当たってきたから、うん、あ、バラエティのね、うん、感覚をちょっと教えてやろうと思って、うん、バーンって行ったんですよ、うん、バーンと飛んで、うん、でマジ泣きして、本当に痛くて、このジジイマジでやるなと思って。いや本当ですよね。いや大人げないと思って。本気で来ると。多分その時私まだ二十歳とかだったんで、うん、こうまだちょっと手加減するだろうと思ってて、うん、私は本気でやってても、うん、本当に初めて人生で初めて吹っ飛んだんですよ、一人の腕が。ポーンって飛んだんですよ。わ、うん、ー入れてやる。ポーンって飛んだって、うん、でも負けずに行ってまた飛んでみたいな繰り返してたら、うん、もうなんでこんな情けない大人がいるんだろうって思って。なんでこんな情けない大人。なんか大人げないこのおじさんと思って、うん、そのことに、ね、悲しくなってきて、ね、うん、なんかマジで顔面とかも殴られて、うん、痛いし、うん、なんでこんな50歳のおじさんに殴らなきゃいけないAKB がねって思ってめっちゃ泣いちゃったんです。なんかすごいなんかマジでイラついてました。そうなんだ、いつかぶん殴ってやりたい、うん、最悪のね、そうそう、演出では取り戻せない最悪の絡みですよね、うん、でもそれがあったわけでね、うん、でまたその1年後かなんかに 1年半ぐらい後に、うん、またあの企画やりませんかって言われて、いや俺はいいけど、うん、1人目誰って言ったら、うん、また西野さんでって言うから、うん、いやあいつ大丈夫、あんだけ1回目ぶっ飛ばして、うん、あんだけ泣いてたのに、うん、俺また行くよって言ったら、うん、いやでももう西野しかあそこの枠はないんでって言って、うん、あんだけぶっ飛ばしたのにまた来やがったのよ
え、ちょっと待って、断んなかったんですか。いや、まあ、ほんとやり返したい気持ちがよーったなみたいな。違う、ちょっと想像してた出会いと違いすぎる。また来たんかと。容赦にもなく、あんだけ俺泣かしたのによう来るなって。俺もあの時は50歳だったけど、もう今は50にも近いんだから、またぶっ飛ばしてやるしかないと思って。待って待って、またぶっ飛ばしてやるしかないと思ったんだ。ええ、まあ、5人ね、勝ち抜けば私も1000万みたいなのがあったから。金があるし、最悪だ。そうそう。うん。できて、まあ、2回目もバーンとやったんですけど、まあ、そこは、その他の試合で、ちょっと私が、まあ、本当別の試合で目をカットしちゃって、それ自体がお蔵入りになったんですよ。あれ3回目か。そう、だから2回目はちゃんと戦ってるんです。で、私、もう腹立って蹴り入れたんですよ。ボクシングで。あ、そうか、そう。すごいな。でも負けたんですよ、それでも。蹴りも入れて、もう何でもして やり返したいと思ったけど、負けて。やっぱりこう、手加減というものを してくれなくて。いや、そうですよね。で、負けて、でもやっぱりもうそこでももうちょっと腹立って、ってました、ずっと。すごい。いつか勝ちたいみたいな、いつかこのおじさんをいつかこのおじさんを泣かせたいみたいな。すごい根性ねえ、ね、っていう気持ちがずっとあったんで、ね、いつかこうやり返したいみたいな気持ちはあって、3ラウンド3回目もあった。3回目はあったんだけどね。3回戦ってんだ。3回目、そうそう、あったんだけど、まあ3回目はさすがにちょっとまあオクラに入るような状態になって、ちょっと血出ちゃったんですね。そう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 。でだからあれよ、あのウィンウィンウィンの時は私メガネしてたましたね。一番初回変な線に、あれメガネかけてたでしょ、うん、あれ眼下底骨折俺してたんだ。あれなんか収録で眼下底骨折、俺なんか転んだの か、うん、なんかそういうこと、そういう事故的なことだと思ったらボクシーだったんだ。キックボクサーの足が入って眼下底を骨折してメガネをかけたまま加藤さんを迎えるウィンウィンウィンの回だった。いや、あの、あ、じゃあ、で、その3回戦ってる中で、うん、その時まだ、だから付き合ってないんですよ。全然全然。え、じゃあ加藤さん迎えた時付き合ってないんだ。じゃあ宮迫さんじゃないですか。あ、宮迫さん、あれ宮迫さん、牛宮城が燃えてる時だ。牛宮城が大延長してる時ね。あの時は全然だからまだ。あ、だから牛宮城は燃えてるし、キックボクシングで怪我してるし、うん、満身創痍の状態だった。そうそう、一昨年かね。だから去年、一昨年の暮れの話ですね。あの時はだから全然まだ。え、それでもまだ付き合ってないんですか。付き合ってない。全然全然。戦っていた。戦っていた。いや、戦ってる時間長いな。慣れ染めれないですね、なかなか。だけど、うん、まあそれが一昨年の、企画でそうなったんですけど、要するにその年、だから去年、うん、一昨年の、春ぐらいに、ちょっと泊まりのロケがあったんです。うん、ケイチョンチャンネルの中で。はい、うんうんうん、で、その中で、なんか一泊二日でいろいろこうお互いのコラボをやってる中で、なんかこう、なんか話しやすいなっていうのは俺の中でもあったんですよ、その年ぐらいには。で、まあその暮れのそんなまたボクシングはあったけれど、もうその時はなんか俺の中ではね、なんかいい子だなっていう感じの方が大きくなっていったんですよ。2回目のボクシングと3回目のボクシングの間の間のそのそう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 、泊まり込み の、うん、その YouTube 撮影の中で話しやすいなーっていう、うん、そう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 、何でもぶっちゃけて話もするし、なんだ、話しやすいし。え、でもその2回ボクシングしてちょっとこう遺恨もある中で、そのよく呼びましたしね、行ったんですね。あ、でもその間にそのあのアベマの番組でほぼ準レギュラーみたいになってて、うん、月1で結構会ってたんですよ、他の企画で。なるほど。うん、でそっからケイチョンチャンネルも呼んでもらってて、うん、で月 2,3 ぐらいで会ってたんですよ。だからそこで、あのアベマでもし 弟にドッキリかける企画をやって、うん、山本さんが彼氏って言って、うん、彼氏できたんだって言って、山本さんだったら弟はどういう反応するのかっていうドッキリをアベマでかけたんですよ。へえ、うん、その時に、うん、あの3人で写真を撮って、うん、その LINE 写真を送るために山本さんと LINE を交換したんですよ。はあ。それが3年前とかですかね。へえ。そこからケイチョンチャンネルでも会うし、うん、まあお礼の LINE をしたりとか、うんうん、でまあこうぶん殴ることっていうよりかは、うん、こう仲良くはなってたんですよ、うん、
あ、普通のそれ以外の企画でだんだんと、うん、あ、怖い人じゃないんだと、うん、なんかそうそうそう、そうですね、話しやすい人だなっていうか、うん、まあ仕事の先輩というかすごい上の方っていうイメージで、うん、だからまあ現場で会ってそうやって仕事をした、でまあお疲れ様でしたって言ったら次の日ぐらいにはもう昨日はありがとうございましたみたいな必ず来てたから、うん、あ、ちゃんとしてるいい子だなっていう気持ちが徐々にこう刷り込まれていきますよね、うんうんうん、あ、ちゃんとしてるんだな、いい子だな、いい子というかなんか気があるのかなでちょっと私の中ではないないない、いやでも そんなあるでしょあ、まあね、その好意的に見たいですからね、まあまあまあ、なんかあんのかな、なんかあるのかな、こっちはそうでもないけど、うん、そんな毎回毎回挨拶するってことはなんかあんのかなって思い出したと。普通の会社だったら、うん、悲劇に向かうパターンですよね。うん、この子俺のこと好きなのかなっていうのがうまくいかないことが多いですけど、え、実際その時は好きな気持ちとかないんですか、あるんですか。いや、1ミリもないです。え、勘違いな。いやいやいや、これはね、うん、1ミリっていうかやっぱりもうバラエティーがちょっと得意なね、だから1ミリもないって言ってますけど、ありますよ、5、6ミリはあったと思いますよ。笑いとかじゃなく本当にないですもんね。本当にないです。本当にない。すごいな。お前ね、お前もね。いや、本当になくて、うん、普通に礼儀として、うん、やっぱ連絡先を知ってるのに、はいはいはい、出させていただいててお礼をしないのは失礼かなと思って、うん、お礼をしてただけで、うん、そんな風に思ってるってしてたらちょっと気持ち悪いと思う。最悪だよ。悲しすぎるよ。そうなのかな。でもなんか楽しいなと思って連絡をしてたわけですよね。そう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 。お家に行ったのはいつですか、うん、初めて2人で。お家は、でもそれはケイチョンチャンネルで、うん、初めてケイチョンチャンネル出た時にお家に行きました。そうそう、あ、収録でですよね。収録で。で、収録で、あれなんだ、俺の誕生日の時だっけな。いや、その前。その前か。で、一回収録で行って、私が山本さんが作ったご飯をめっちゃ食べて、うんうん、っていう回があって、うんうん、その次に呼ばれた時は、うん、山本さんのお誕生日をお祝いするって言って、うんうん、パティシエの友達を連れて、うん、ケーキを作って、うん、おめでとうって言ってお祝いしてたんですけど、その頃は本当に付き合う気とかなかったんで、うん、誰がいいですかね、私の好きな人、なんか友達紹介しますよとか言って。うん、うん、言ってたんですよ。うん、確かにね。そう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 。それは言ってくれてたんですけど、うん、でもなんかその、まあなんかうちに来てる雰囲気を見て、うん、なんか堂々とうちのね、ソファーに座ったりする様を見て、うん、なくはないな。ちょっと待って待って。待って待って待って。タバコ消して、タバコ。吸わないでしょ、タバコ。吸わないで。まあエアーなんですよね、毎回。なくはないな、吸ってもねえのに、じっくり考えちゃって、うん、で大体うちのね、家の壁にみんなサインを書くんですよ、うんうん、まあ、来たケイチョンチャンネルに来た人が、うんうん、で友達も書いたりして、うん、で西野美希っていうのも、はい、週一は遊びに来ますね西野美希みたいなことをポンと書いたんですよ。はい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 。おい、週一来るぞ。吸ってないハマキだなあれ。気に入ったみたいなこと最初の、うん、いや、なんか気に入ったんじゃないの、まあ、居心地は良くて、うん、なんか、まあ、よくこれからも来ますねみたいなノリです。あ、全然その、そのガチで行きたいなんて、うん、じゃあ本当に単なる社交辞令として週一で来ますねっていう、うん、なんか楽しいし、まあ、うん、呼ばれたら行きますよみたいな軽いノリ。あ、そうなんだ。で言っただけなのに、なんかずっとそれを眺めて週一で来ますねを眺めながらずっとありますよ、それ俺はずっと週一で来ますみたいな。来るんだろうな。ウイスキー飲んでる。はまきにウイスキーで進むなぁ。もう10日経ってるけど今週来なかった。もう破られちゃってんだ。約束になってない。まあまあまあ、そんな感じでちょっとずつやっぱ気になってたのは確かなの。あ、じゃあ先に片思い、うん、あ、そういうことだ。長い片思い、うん、あ、そういうことだ。感じです。西野さんに対して気持ちが山さんは仕上がりつつあるわけですね、先にね。小さく積み上げていくっていう感じ。そうそう。まあ言ったら別の彼氏がいるって話も聞いてたから。その時はね、お付き合いまた別でしてるっていうのはあるから。そう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 。だからまあまあ、そんなね、まあ言ったって、まあその彼氏との話もあるだろうから、まあ別にこっちがそこを切り裂いてまでっていうハートではなかった。なんかそういう話のレベルでもないですもんね、まだね。まだ気持ちが動いてない。一方的すぎて、なんか私本当にハートの目も一つも見てないんですよ。
ないですから。そうか。恋愛と付き合う想像もできないというか、まだ全然このストーリーの先が見えないですよ。まあまあまあその時はでも私はまあ、うん、近くのねあの自分のこのなんて言うの神社よく行く神社に行くたんびに西野さんが早く別れますように怖い別れますようにって付き合いますようににしてくださいよ別れますようにって言ったらもう怖いんですよ急にあ、まあ、別れないと次がないんで確かにねそうでしょ理にはかなってるけど付き合いますようにだったら、ね、ダブルで付き合ったらまずいですからそうですよそれまずは別れますように怖いこれ結婚してるからいいですけど、うん、結婚した方やばいやばいやつ本当にそうその、ね、神社にもうお参りするぐらいちょっともう気持ち仕上がってる中で、うん、ちょっとずつじゃあ距離はいやでも仕事終わりとかに、うん、スタッフさんとかとみんなでご飯みたいなことは何度かあって、うんうんってね、その中で、まあ、話しやすいなとか、うんまあ、こうテンション感が合うなっていうのもあったんですけど、うん、こう恋愛としては全然見てはなかったんですずっと、だってそんなに長く恋愛として見てない人を急に恋愛として見ることってあるんですか？いやでもなんかその連絡とか取ってるうちだから頻繁にご飯誘われたりとか、うん、なんか LINE で、うん、謎に私の持ってるスタンプ同じの買って、うんできたりとかけなげそれやるでしょけなげだな そういうのってやったことないですかあるでしょ LINE のスタンプを一緒に仮にね知らない LINE のスタンプ知らないね LINE のスタンプで今日はごちそうさまでしたみたいな下に LINE が来るでしょポンと、うん、スタンプが、うん、だからこれ俺持ってないなって言ったらすぐポンと押してそれ買ってその選んでその中の中でまたよろしくお願いしますみたいなすぐ送り返すみたいなあでもその君の持ってるスタンプ俺も買ったよっていうちょっとこうねそうそうそうアピールにはなりますよねで買ったんだみたいなでまた他のスタンプが来たらまた別のすぐ買ってまた買うんだまた買ったみたいなんでめっちゃ買うんですよこのモテテクニックは どうなんですかちょうど怖いちょでも聞いた感じ俺もなるほどな使えるのかなって思いますけどだいぶ思いが強いというかすぐ買いやがったはダメでもなんか私は芸人さんだから、うん、もうノリとして面白くやってんのかなと思ってあなるほどねもちろんそうですよ好意なわけないなと思ってたんで、うん、いやなんかこう楽しませるためにやってくれてんだな、うん、好きなわけないよなっていう感覚だったんですよあじゃあその時は好意は伝わってないんだ伝わってないですまさかっていう感じだったんですけど、うん去年の4月ぐらいか、うん、3月ぐらいかな、うん、に初めて2人でご飯行って、うん、でその時に、うん、なんか普通にご飯食べてた時になんか俺なんか本当に西野のことばっか考えちゃうんだよね、うん、みたいなおーえ待って待って急に男前 なそうです仕事の話からのなんか私どうしたらいいですかねみたいな感じから西野はもっとこうした方がいいんだよみたいな話の流れからなんか最近西野のことばっか考えちゃうんだよねみたいな言われたから最初はいやなんかすごいいい後輩みたいな気持ちでいろいろ考えてくれてるのかなと思ったら心配してるのかなってそうではないっぽくてあれみたいないやなんか本当になんかいろんなどんな時でも考えちゃって俺西野のこと大好きなんだよっておーすげえいやいやいや、ペコリじゃないですよ急展開って言われてそうそう今までのスタンプとか、うんうん、あとなんかもし次彼氏作るなら予約しますとかなんか言われたこととかもあってそうだまあ、ね、と思ってたんだ今までの冗談が全部冗談じゃなかったんだってなるんだだから一生懸命、うん、なんかでもしつこく LINE とかもしてこないし、うん、なんか2軒目無理やり行こうともしないんですよ、うんうん、なんか私がもう帰りますって言ったらおじを超えればとか言ったりとかするんです押し引きうまいんだご飯だけ、うん、ご飯まで、うんうん、でまあ一応誘うけどどうするって言ったらあ私は明日早いんで帰りますあ分かったじゃあいいよそこ無理させないんだ、うん、だけどまあ一応もう次俺次予約してるからねお付き合いするんならって、うん、多分そうだな多分俺と付き合うようになるよじゃあねって返してたいやすごいわいや全然レベルの違うモテ男のやり方ですわいやいや俺では到底できないかっこいいいやでも私はその時何言ってんだって思ってました予約しとくよに対しては
だからでもそこで、うん、いや無理っすよとか言うのも失礼だから、うんうんうん、仕事でも会うし、うんうん、だから何言ってんですかって笑うしかないじゃん。待って、絶対結婚できないパターンじゃないこれ。そうね、笑ってごまかすってもしつこいから、うん、そうだよね、毎回毎回予約の件覚えといてね、うん、毎回予約は予約、まあ、毎回予約の件と次付き合うようになるから将来付き合うようになるからね必ずっていうのだけって返してた、勝手に予約1とか言ってるけど普通に私が予約の順番決めれるしなと思って、他に違う人現れて1に勝手にされても、うん、確かになんか困るなと思ってそのレストランじゃないからね先書いときましたじゃないよと、そう、うん、って思ってたんですけど、その初めて2人行った時に、うん、なんか気持ちが言われて、うん、こんなに一生懸命もう半年とか1年間ずっと頑張って片思いしてたんだって思って、うん、そのけなげさに、なんかときめいたというか、うん、聞いたそこでときめくんだ、そうだ、いや、わからんわ、意味がわからんわ。山さんはそういうの、うん、そう予約入れてるよとか言ってる間も、もうなんか賞賛はあったんですか？賞賛はもう言ったら水をもう岩を、水は岩をも砕く、なんで水をも岩を、水は岩を砕く、なんかある、岩を砕く、水は砕く、水をも岩を砕くでしょ、それ一滴の水、一滴の水がね岩をも砕くんだと、うん、っていう気持ちだからね、私毎年その正月になるとこの自分で年賀を作るときに、はい、その年のなんか目標みたいなのを書いてるんですよ、うん、でその牛年の年ってそのなんていうの、一滴なんとかっていう、ね、うん、一滴の水は岩をの砕くみたいな四文字熟語を俺それ書いて、うん、みんなに送ってるんですよ、うんうん、その気持ちがもうその頃からあったっていうことなんですよね。同じことをずっとやっていれば必ずそういうのは、それもみんなの年賀状を送ってるって意味が分からなくて、自分の恋愛それぐらいの努力を しないといけない、恋愛の気持ちを知らない人の年賀状を送ってるでも人生の基本スタンスってことですね。そう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 、コツコツ一滴一滴やるんだというのが恋愛もそうだし仕事もそうだしと、うんうん、それを知らなかったです、それやってて、うん、じゃあいつでも考えちゃうんだよねって言われた時に、うわ半年間頑張ってたんだ、ちょっとキュンとしたかもって、そうです、なって、そっからもうガラッと変わる、いやいやガラッと変わらないです、そっからでも俺はいつでも付き合いたいと思ってるみたいなこと言われたんですけど、うんうん、いや急すぎて、うん、いやそんな付き合うとかまで考えられません、うんうんうん、みたいなって言ってたけども、結構会う日もそっから頻繁になって、うん、私もなんか付き合うこんなスピードに付き合っていいのか分かんないし、うん、自分の気持ちがこれ好きなのか何なのか分かんないから、うん、とりあえず付き合おうよって言われてもごめんなさいってずっと断ったんですよ。おなんか分かんなかったよねあの時。まあそうなんね、まあ、だけどそこにまあなんか俺がまあ一人で自分でそういう気持ちばっかり言ってても分かってもらえないんだったらなと思ってた時がちょうど4月の頭 で、うん、で4月の頭にBS 吉本の開局みたいなん で、はいはいはい、でうちのまあなんて吉本の芸人がバッと集まって、うん、生放送やるっていう日があった、うん、でそこにまあ、軍団山本じゃないけど、うん、論文とかココリコとか、まあ、ペナルティとかシナショーとかが集まってみんなでやるっていうコーナーがあった。でその帰りにみんなでちょっとうちらだけで飯食いに行くっていうのがもうちょっと前から決まってた、うん、で淳だ遠藤だ庄司だっていうのが決まってたの。でそこにこれ幸いと思ってそこに呼ぼうと、うん、で終わった後にみんなで飯を食うからちょっとそこに来ないか、うん、えってなったから、いや、まあ、軍団山本でそうやって飯を食うのはもともと決まってるから、うん、そこまあちょっとおいでよっつって、うん、そしたらまあどんな雰囲気かまあなんとなく分かるからっつって、うん、えって最初はそこで行くって言ってたんだけど、突然またやっぱりやめとくみたいな話になった、うんうんうん、ちょっとやめられてもなあ、ちょっとまあなんか援護射撃をするにはものすごいいい場所でいい人たちが集まってるからぜひとも連れて行きたいっていう気持ちが俺の中であったから、その後輩たちの援護射撃が期待できるから
まあちょっとそこはふわっとさせたんだけど、うん、まあ本当その通りで、うん、でも私からしたらもう結構な圧じゃないですか、皆さん、うん、共演した方だし、うん、そこに行ったらもう抜け出せる、うん、罠にはまりり首も事務所にでだからあの最初は俺が行って、うん、でもしまあ一応みんなに聞いてみて、うん、まあ、呼んだらどうですかっていう空気が整ったら、じゃあ呼ぶわみたいな話で、うん、まあ一応遅れてきてもいいよみたいな体制にしといて、はいはい、で俺が先行って、で飯を食ってる時にまあうちのメンバーに、いや俺がめちゃめちゃ好きになった人ができたっていう話になって、うん、ってなる、うん、なんで山さん急にそんな話を、うん、自分からしだすんですかみたいな、うん、いやいやでな、今日はもうちょっと呼ぶわっつったら、うん、え誰ですかみたいな、いやいや、まあ、ちょっともう呼ぶから、うん、もうみんな頼むわみたいな面白いな、頼むわ、そんだけ言うんだったらっつって、うん、え知ってますどう、僕ら知ってますみたいな話になるから、うん、いや知ってるかどうかそれは分からんと、うんうん、知ってても知らなくても俺もうすごい今好きな子が今ここに来るから、もう本当みんなよろしくなっていうことで、うん、登場させた、はい、聞いたんすね。めっちゃ怖かったです。なんかすごいとこに行くんだと思って、うん、なんかそういう芸お仕事で会った芸能人の方とご飯とかもあんま、本当山本さんぐらいしか行ったことなくて、うんうんうん、なのにそんな皆さんすごい方がいる集まりに行くのも怖いし、うんうん、そんな軍団山本の会なんて行ったら、うんうん、もう絶対引き返せないから。犯罪組織じゃないから。犯罪組織するの。ただの飲み会だからね。そうそう。でもそこで、うん、どういう紹介されるかもわかんないし、でもそこで連れてくるってことはもうそういうことだけど、私まだ付き合うって決めてないのに行っていいのかなとか、そうか、失礼だよなとかいろいろ考えたけども、大丈夫だから、もう来れば分かるってすごい強く言われたから、もう行くしかない。もうここは押すしかないよね。あ、今までずーっとのらりくらいやったけど、うん、ここだけはどうしても押しなんだ。ここだけは絶対来てもらった方が、うん、絶対我々の、うん、組織の、組織の良さが分かる。組織の良さって何だちょっといいかな、なんかいい言葉が出てこないんだけど、なんか我々の集まりのね、集まりの、うん、そうそう、楽しさ、楽しさ、組織の良さで集まりの楽しさ、集まりの楽しさが分かるから、とりあえず来てごらんを、そんな会じゃないからみたいな、普通にご飯食べる会だけだからって言われて、うん、まあそんな軽い気持ちで来ればいいからって言われて、うん、まあ、うん、じゃあ行きますって言って行ったら、もうみんなえうわーってスタンディングオベーション、スタンディングオベーションまずはもうそれはもう淳エンドでみんなが山さんおめでとうみたいな、ってなって、山さんこの人がってみんなに言われて、みんな知ってくださってたんで、うん、西野さんみたいな、まず第一声はね、うんうん、うん、そしたらもう皆さん本当ありがとうございますなんだよそれ、もう本当嬉しいです、もうこんなことはないみたいなまだ付き合ってないんですよ、まだ付き合ってないんですよ、まだ付き合ってないけど、決めてないのに、決めてないけど、もうお買い上げありがとうございますいや本当そう、いやいやいや、まだ買うって言ってないですよ、もう言ったら専務から常務からみんな出てきてうちの方々です、おーどうぞどうぞ、返品しづらい、返品しづらい、ようやくですか社長、皆さん、皆さんもうこれワイン頼みましょうワイン頼んで、もうみんなそうそうそう、もう姉さんですね言い出して、私もだからなんかなんとなく付き合ってないっていうのも言いづらいし、付き合ってるっていうのも嘘になるし、なんか曖昧な感じで、いや、まだ付き合ってるって感じじゃないんですけど、最近ずっと一緒にいてみたいな、うん、したらこんなもう山さんが、うん、こんな俺たちの前で、うん、この子のことが大好きだって言ったの初めてだこんな山さん見たことないから、うん、もう本当嬉しいです、もう本当ありがとうお姉ちゃんみたいな、お姉さんだ本当にみたいな、すごい、で、あ、でもすごい優しくて、皆さんが、そうか、そこでね、温かくて、うん、どちらかというと私の友達側は結構止め側だったので、心配側で、うんうんうん、いや大丈夫、まだ付き合わない方がいいんじゃないか、うんうん、もうちょっと時間が経ってからの方がいいんじゃないっていう側だったんですけど、うん、初めてありがとうございますとか、二人いいじゃんって言ってくれる人に初めて出会って、うん、なんか嬉しくて、うんうん、なんか、あ、いいんだみたいな、すごい背中を押されたんですよ、私は。はあ。そうそう。それが4月の頭なの。
自分の友達からはね言われた時ちょっと嫌でしたもんね。そうなんですよ、山さんと仲いい人なんだけどな、でもやめときなよって言われてうーってなってたけど、背中押されて、うん、あ、つけようと思ったんです、そこで、あそこで、はい、そうな、ほら、いや、作戦通りじゃないですか。いやすごいすごいな。まあ作戦通りというか、まあまあ本当やっぱり本当アツシ、エンド、庄司ありがとうな。ちょっと待って、庄司さんの話聞いた時もアツシさんがバックアップしてたから、伝説の夫婦2組続けてほとんどアツシプロデュース。あの男すごいよ、もうここまでは、こうやってここまでがすごいね、ソフトな、ソフトに上げてくれるトスを。でもやっぱり友達にそれだけ、友達というかね、その後輩ですけど、それだけ慕われてて、もうこんなに喜んでる人がいる人だからいい人なんだなっていうのもあったんです。そうですね、やっぱこのこんなに後輩に慕われてる人ってすごいなって思ったし、なんか遠藤さんがなんかつい最近山さんがふと死んだことを考えたら、運転しながら泣いちゃったみたいな話。師弟関係深すぎるだろ。そんなことあると思うね。俺何にも病気もしてないんだよ。あいつ勝手にそれ思って。自分の母親とかの距離感ですよ、それ。そうなんです。だから、そんなに慕われることってあるんだと思って、私の周りでそんな泣いてくれる人いないなと思ったら、こんなに元気。泣くと思って、おじさんがおじさんのこと思って泣くんだと思って。いや本当そう、本当そう。いやだからなんか素敵だなと思ったら、すごい愛されてるのが伝わって、あ、なんか間違いじゃないなというか、この人といても安心だなっていうのはすごい思いました。周りの人がね、いやそうですよ、うん、そうなんだ。あれが4月で、そっからかな、その後ぐらいにあのいろいろ話をしたら、もうそこでまあもう付き合ってくださいみたいなことがもう成立した。え、でそこをもう、待って、ね、待って、私が付き合ってくださいって言ったみたいになってるけど、ええ、今そう聞こえましたよ。付き合ってくださいっていうか、まあもう付き合うような感じな流れてったから、まあ付き合ってくださいみたいな感じでしょ。なんか自分が告白されたみたいな言い方してますけど、あの告白もしてないし、うん、私も告白もしてないんで、え、どういうことだろう。ちゃんと告白とかできない人なんですよ。ほう、なんか照れやすぎて、うんうん、だからもうその頃からまあ付き合うんだったらもう結婚前提なんだろうなって私はもう思ってたんで、うん、まあじゃあ言ったらもう本当そっからは付き合うんだイコールもう結婚を視野に入れたっていうことがあったんで、もうなんか刷り込むように結婚してくださいよっていうふうに変わったんです。今までは付き合う予約するようだったんだけど、その予約が次は結婚の予約になってったんだ。そうそう。そのこと、予約の段階が深まったことで、うん、付き合っているよねっていうことにもなってる。そうそうそう。だからもうそれをおき、もうそれを機に、あの、私も付き合っていいやって気持ちになったんで、なんかもう付き合おうよっていう言葉すらなくなって一緒にいるようになったんですよ。うん、だからもうお互い付き合ってるよね、これはもう。そうそう。感じになってて、そしたらもう、結婚は俺はいつでもいいみたいな言い方しだして、なんかもうじゃあ結婚してくださいみたいな言い方をもう何十回もするようになって、なんかすごい、いや無理無理無理みたいな、そんな結婚早い早いみたいな、水滴がすごい増えた、水滴の量が増えた、ポタンポタンじゃないんだ、トン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 、だから点滴もさ、これちょっとひねればトトトトトってあるある、看護師さんがやるやつね。ああ看護師さんがね。ナースが調節するやつが。なんかおっせえなあ。クッてたらトン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 。これこれこれみたいな。西野さんの気持ち的になんかはっきり言ってほしいとかなかった、うん、ありました、もちろん。なんかそのちゃんとプロポーズはもちろんちゃんとしてほしかったんですけど、うんうんうん、全然なんか本当結婚してくださいとかふざけて言ってるのばっかで、うんうん、で私も最初は結婚とか23で結婚すると思ってなくて、うん、25から30のうちにできればいいなと思ったんで、うん、23で結婚って思ったんですけど、うん、まあ、結婚するならこの人だろうなって1ヶ月ぐらい一緒にいて思ったんですよ。ほー、うん、なんかこう居心地というか、うんうん、こう一緒にいるなんて波長が合うというか、うんうんうん、なんでもう4月末とか5月ぐらいにも結婚
を視野に入れて付き合いはしてて、うん、はあ、でもそんなすぐするとは思ってなかったです。いつかは絶対するだろうなというのはあったんですけど、うん、だからね、まあ、だからその辺から、まあ、言ったら夏前ぐらいから、うん、じゃあいつぐらいに結婚なのかなつって、うん、まあ、来年ね、だから今年が2023年になるし、うん、で私の誕生日が2月23日なもんで、うん、2023年2月23日って語呂もいいから、うん、でそこで55歳だからなんかその辺かなみたいな話をしたら、うん、まあその辺でもいいかなみたいなんで、あ、これはしめしめそれぐらいではいけんじゃねえかって俺はちょっと思い出した、うん。え、なそのグラデーションがすごくて俺もついていけてないんですけど、そうですよね、そのしっかり何かを言うんじゃなくて、そうじわっと結婚しようぜっていうボディーブローが続いたと思ったら、うん、今度は日程の話になってるんですよね。だから私的には、うん、もうプロポーズがあって、うん、もうえプロポーズされた、うん、じゃあ入籍いつにするじゃないですか、うん、普通、うん、全然違くて、うん、もう普通に運転してる時に、あ、結婚してくださいそういうのが50回ぐらい続いて、うん、私はそれ本気なのって言って、うん、これは本気ですとか言って、うん、いやそうプロポーズってそういうもんじゃないよって言ったの、うん、普通は1回しか言わないし、うん、大事な時にレストランとか、うん、とか婚約指輪とか持ってやるもんだよって言ってるのに、わ、うんうん、かりました、じゃあ結婚してください、これダメダメダメ、ここではダメって言うから、分かりました、じゃあ結婚してください、これがずっと続いて、うん、私ごめんなさいってずっと言ってたんですよ、もう20回はしてるよ、ね、うん、それじゃないですと、これじゃないです、うん、本当のくださいってずっと言ってたんですけど、うん、もうこの人にはできないんだって思ったんです、もう諦めて、うん、もう無理だこの人には、うん、プロポーズはできない人間だと思って、うん、まあいいや、もうそういう形にこだわるのはやめよう、うんうん、でも結婚したい気持ちはちゃんとあるし、うん、と思って、そしたら日程の話も出てきたから、あ、もうプロポーズはいいからとりあえず婚約指輪だけ買ってもらおうと思って、うん、じゃあ婚約指輪買いに行こうよって言ったら、いいよ今から行こうみたいな感じで二人でね銀座に行って買いに行った、そう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 、へー、これもだから本当そんな、あ、じゃあ今から行こうって言ってそのまま買いに行く感じ、いやー不思議なテクニックだわ、もう水拳みたいな知らない間に食らってる、ね、知らない間に食らってるという感じ、うん、でそれのね、だから婚約指輪っていうのも、うん、まあなんかどんなのがいいかって自分の中でも全くわからないじゃないですか、うん、で周りの誰かに聞くっていうのもなくて、でたまたまね、俺があの名古屋でやってるラジオのパーソナリティの、あの女性パーソナリティの子も、あの結婚されてて、なんかちょっとなんか良さげな感じのしてて、でなんかそのオンエアじゃないところで、それさって、まあ、山口千景さんっていう方がいて、うん、千景さん、その何、指輪ってそれ何なの、あ、これすごい、めっちゃ最近、なんか指輪してなくて、あの感じがいいところなんですよって、うん、ブシュロンって言って、って言って、へぇ、ブシュロンって言うんですかって下で書いて、んで、ブシュロン聞いたことねえなって言って、うん、だってなんかいろいろあるじゃないですか、ティファニーとか、うん、なんかいっぱいこうハイブランド的なって、うん、あ、そういうところのもいいですけど、さりげなくてここいいと思うんですよ、うん、誰かお相手いるんですかみたいな、あ、そういうのなしに、なんか千景さんの方がいいからちょっと一応聞いたんですよみたいなんで、ブッシュロンっていう言葉だけもう持って帰って、うん、でそれを覚えてたから、もうそのままちょっと銀座店とかいろいろ調べたら、うん、あったから、うんうん、その足もうブッシュロンに行って、はあ、で、まあ、そこでも買ってみたいな、ほんとまあそこでまあ婚約も したってことになりますからね。それが6月。だから私もまだなんかプロポーズない、もしかしたらっていう期待をちょっとだけ残しつつ、うんうん、なんか指輪だけはもらったんですけど、まあなかったよね、プロポーズ。まあだけど、プロポーズはもうずっとしてるけど、認めない認めないを言ってるんで、まあ言ったらもう50回ぐらいは言ってるんですよ。そのなんかいざレストランを予約して、うん、こうパカみたいなのとか、うん、なんかこう、うん、夜景とかなんか分かんない、うん、シチュエーション用意して儀式的にやるっていうのは、うん、その山さんの辞書にないんですか。これ儀式的にやって、うん、果たして女性は本当に喜びますか。喜びますよね。気持ちの区切りとしては、ええ、そういうのがあると、あ、この間プロポーズされたんだとかっていうのを周りにも言えるし、なんかこうぬるっとしてると、うん、友達に言っていいのかなとか、うん、親に言っていいのかな、思い出じゃないですか、プロポーズって一つの人生の、うんうんうん、そういうもんらしいですよ。え、二人はそれはもうだって確実に
この日だっていうのはじゃあもうあるわけでしょ。俺はその一回秋野陽子さんに怒られたんですよ。ほら、あのパネラーレギュラーしてた時に秋野陽子さんに、うん、あんたプロポーズしたのみたいな、うん、いやなんかこんな感じでみたいな、だから一緒ですよね、うん、流れでみたいな、うん、したら、うん、あダメよっつって、プロポーズって基本的にひざまずいて私僕と結婚してくださいパカみたいな、ああいうのちゃんとやらなきゃダメなんだからやりなさいよとかって言われて、うん、あちゃんとやらなきゃダメなんだって思ってやったよね。やったんですけど、うん、その私に相談されたんです。プロポーズっていつがいいと思う。まるで変わらないから、まるで変わってない。怒られてるじゃん。相談した相談して、はい、12月だったから、うん、じゃあクリスマスイブとかどうって言って、でそしたら、うん、レストラン予約したよって言って、あ、でも予約したんです、予約したんです。そしたらほらしてるじゃないですか、俺してる、言われてでしょ、俺してる、言われて、でその10日前の12月14日に、うん、部屋に遊びに行ったんですよね、うん、そしたらなんか西日に照らされた部屋から、うん、俺もう我慢できない、結婚してください。早い、フライング、フライング。それはだから24日にするつもりのものをもう我慢できないで10日前にもうやっちゃったんですよね。言っちゃった。そうそう、ほらもう俺我慢できない、結婚してください。でも一応レストランも予約はしたんで、山さんよりは俺はちょっと、まあまあまあ、そうか。でもその我慢できない結婚してくださいがいいじゃないですか、うん、よかった、刺さってる。それはそのないじゃん、そういう、いいじゃないですか、もう結婚したんですから。いや違う、区切ってほしいんですよ、区切ってほしい。これだっていうのが あってほしかったんですけど、そうしてるのがその指輪です。あ、そうです、その指輪なんですけど、いい、まだ結婚指輪も買ってなくて、うん、かわいい。なんで婚約指輪と結婚指輪ってそんな変わんないでしょ。いやだからもうその秋野陽子さん呼びますよ。同郷の先輩でありますからね、広島の。厳しいですよ、プロポーズには。そうですね、私2つつけてますよ、この結婚指輪と婚約指輪、はい、ほら上がすごいじゃん、キラキラ指輪で下が結婚指輪。ほらそれは どちらですか、これどこだっけ、なんかイタリアの。それも銀座で買いましたね、ブランドですね、うん、ほらオレッキオ、オレッキオですか、はい、メモリすぐメモリじゃない、人のブランドメモるまではいいんですよ。こういう風にやりたいの、二重に重ねたいのよ。いいじゃねえか、そんなの。これはこれでうちはうちいや、おふくろの言い方。これで一個だ、これで一個なんですか、うん、はい、これも可愛い、うん、そうなんです、ね、同じブッシュロン行けばいいじゃないですか、ブッシュロン。で結婚指輪、そう、結婚するならこれ三層にできて可愛いんですよとか言って、あ、言ってくれて、そう、その時ね、前振りできてる。山さんもそしたらね、二ペアでいや俺しない、金属アレルギーなんで。ちょっとしんどい時ありますよね。そうな、男の人やっぱりまだね、やっぱり極楽とんぼとしてコントとかもやって、うん、加藤ぶん殴らないといけない時にやっぱりね、うん、逆ですよ。当たったらやっぱり、ね、怪我しちゃったらいけないんで。でもなんか買ってパカはね、欲しいですよね。欲しいですよね、とかなんか2人で出かける時だけつけるとかでもいいんですよ、うんうん、そんなことできますか、出かける時だけとか、うん、でしょ。出かけるんでつってどっかからこう持ってきてパッとつけていくの、いざっていう時ですよ、うん、いざっていう時、うん、今日はっていう時はつけていくとか、うん、なるほどね、うん、まあちょっと考えさせていただきます。やらねえな、やらないでしょね絶対。あ、はい、でもそういう流れでやって、うん、いやでもすごい、でもなんかちょっとそのね、不満の残るところあると思うんですけど、うん、そのなんかすごいこの押し引きの凄さというか、はい、人間力というか、そうですね、そこら辺はなんか説明しづらい凄さありますよね。頭の匂いをずっと嗅いでとか、え、どんなに嗅いでもこことか全く臭いと思えないから、ない一回誰かに嗅いでほしいんですよ。いや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 。悪くないですよ。ライフスクールプログレス限定イベント、番組観覧、エキストラ出演、日本中世界中から年齢も職業もさまざまな仲間が5000人以上集う人生の学校、中田敦彦をもっと応援したい人も、中田敦彦に夢を応援されたい人も、きっと居場所が見つかる。入学30日間無料キャンペーン中、
人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。